猫と人の幸せをつなぐハートフルコミュニティにゃうにゃう。猫との遊び方。まずは、時間、について。猫と一緒に遊ぼう。でも、どれくらいの時間遊べばいいのか?と、考えたことはありませんか?特に子猫の頃は何にでも夢中になるので、私はもう勘弁してくれから、と思わずぼやいた経験があります。そして忙しくて遊ぶ時間がなかなか取れない飼い主さんもいるでしょう。私も忙しい時はほとんど遊んであげられない日もあります。では、猫と遊ぶ時間というのは、単純にどのくらいがちょうどいいのでしょうか?実は、猫って疲れやすかった。猫は動きが素早く何しろ瞬発力がすごい。だから、ものすごい体力の持ち主である。と、思いがちですが、実は猫って短時間動いたらすぐ疲れてしまう動物なのです。これは意外ですよね。実は肉食動物はもともと瞬発力には優れてますが、すぐに疲れてしまいます。例えば、テレビで見たりするライオンや他の肉食動物も草食動物を追いかけて途中でやめることが多いですよね。あれ、疲れちゃってるからなんです。猫と遊ぶのはどれくらいの時間が良いか。猫と遊んでいて急に素早くダッシュした後、途中で座り込むことはありませんか?上記で挙げたように、猫の体力は人間が思っているほどにはないようです。では、猫と遊ぶのはどのくらいの時間が良いのか?だいたい1日10分から15分とされています。もちろん、年齢や個体差にもよるところがありますが、15分以上遊び続けている場合は、猫が疲れていません。飼い主さんの遊ばせ方によっては、猫は疲れないことがあります。瞬発力が必要な遊び方をしてあげましょう。子猫との遊び方はどうしたらよいか。子猫時代はどんなものにでも興味を示します。子猫は飼い主さんが手を貸さなくても一人遊びをしますが、それには意味があり、成猫になるための体力づくりとされています。例えば、毛糸玉、ボールなど、動きが単純のものでも夢中になって遊んでくれます。ボールならゴムボールなど柔らかいものを用意してあげましょう。そして紐なども好きなのでぶら下げておくと勝手に遊び始めます。しかしながら紐を食いちぎって食べてしまう猫もおるので、そこは注意して見ててあげましょう。成猫になってからの遊び方は、子猫時代は体力もそんなにないので、少し遊んだら疲れてすぐに寝てしまいます。
しかしながら、セイネコは体力も運動能力も十分にあります。子猫時代の猫はどんなものでも遊びますが、セイネコは単純な動きをするものには結構すぐに飽きてしまいます。そのため、より獲物に近い高度な動きができる遊びをしなくてはなりません。おもちゃを動かすときにも、なるべく獲物に近い動きを再現してあげましょう。獲物っぽさを出すと、猫も、お、何にやれば、と夢中になって追いかけ始めます。猫は6ヶ月を過ぎると遊ばなくなると言われていますが、全くそんなことはありません。成猫になっても遊ぶ頻度が子猫時代と比べて落ちるというだけで十分遊びますよ。遊ぶ猫は可愛い。猫が遊んでいる姿というのは、子猫でも、成猫でも、とても可愛いです。猫が遊ぶ動画、癒されてください。まずは、お母さん猫の尻尾にじゃれつく子猫たちです。人間の子供とも、仲良く追いかけっこして遊びます。こちらは、成猫も子猫も一緒になって遊べるおもちゃですね。猫が疲れたかどうかの判断とは、見た目では、猫が疲れているかどうかはとてもわかりにくいですが、呼吸で疲れているか判断することができます。猫が疲れているか判断するには、お腹を見てあげてください。呼吸が速くなっていれば、猫が良い運動をしている証拠です。そのまま運動を続けていたら、猫も休みたくなってきて、ゴロッと横になったりします。猫の遊び方の注意点。遊んでいる最中に猫が犬のようにハッハッツハッツと激しく呼吸することがあります。これは体内にある熱を外に放出するための呼吸で、パンチング呼吸と言われる呼吸です。動物の体温調節には大切な呼吸であり、人間も汗をかくことで体温調節しています。しかし、猫は汗をかかない動物で、しかも体温調整が下手な部類の動物ですので、このパンチング呼吸も滅多にすることはありません。遊びに夢中になりすぎてこの呼吸をするようでしたら、即遊びをやめて休憩させましょう。猫の遊び方のまとめ。実は猫は疲れやすいため、瞬発力を使うようなおもちゃがあれば、1日中から15分くらい遊んであげると満足します。休ませながらだらだら遊んでしまうと、猫も疲れないし、長時間となり、お互いのストレスになる可能性もありますからね。なかなか時間が取れない時でも、遊び方によっては、そんな短い時間でもコミュニケーションが取れます。猫のおもちゃの中には長い紐がついているものもあり、それを噛みちぎって食べてしまったり、首や
体に巻きついて絡まってしまう場合もあります。外出時は、そういったおもちゃは猫の手の届かない場所に片付けておきましょう。今回は猫の遊び方について調べてみました。